やめろ。そこでじっとしていなさい、坊や。巻き添えを食いたくなければね。君はどこかで会ったか。基本的に美人は忘れないんだけどね。いいね、いいわ。やっぱり坊やについてきてよかったわ。こんなにも早く仇に会えたんだから。やめて、きっと何かの間違いよ。あんたが忘れても私は忘れない。一秒たりともあんたの顔を忘れたことはない。あの人の仇今こそ撃たせてもらうわ。ミュリア、ミュリア、もしかして。ミュリア、すまないミリア、少しだけ待ってくれないか。離せ、離せ。預かっているんだ、ルシオ・ティオニセスから。なぜルシオの名を。さっきの缶は落とした。安心しろ、もう敵はいない。君たちが助けてくれたのか。ルシオ、あの時ルシオが残したメッセージだ。君に聞いてほしい。感謝する。何を言ってるんだ。おい、これは地球の船だ、敵じゃない。安心しろ。私はモーフィスのルシオ・ティオニセスだ。くそ、言葉が通じない。その船はもうダメだ、早く脱出するんだ。勇敢なる男よ。いつの日か私の言葉が届くことを願い、
このメッセージを送る。願わくば伝えてほしい。私が彼女に残せる最後の声を。最愛の妻ミュリアよ、君だけを宇宙に逃したことを許してほしい。死にゆく私が君を守るにはそれしかなかった。私が君に残せるものはあまりに少ない。君と出会えた幸福に感謝を。君と過ごした輝ける日々に感謝を。ミュリア、いつまでも愛している。なんだそれは。おい、どうした。応答してくれミュリア。しっかりしろ。ダメだ、死ぬな。君は生きて幸せ。どういうことだ。エイオスへのワープ事故の時だ。ワームホールから放り出された俺たちはカルディアノン艦に襲撃されている船を発見した。俺たちはカルディアノン艦を倒した後、乗組員を救助しようと通信を送った。だが聞いての通りだ。まともに話をすることもできなかった。おそらくミスター・ルシオの艦が攻撃を受けた際、通信機の翻訳波形出力部が破壊されたのだろう。じゃあ僕たちが今の会話を理解できたのは翻訳機のおかげなのか。そうだ。俺もバッカスに出会い、翻訳機を受け取って初めてこのメッセージの持つ意味に気づいた。ミュリア・ティオニセス、任務の傍らずっと探していたんだ。やっと渡すことができた。そしてやっと謝ることができる。すまない。君の大切な人を助けられなかった。僕たちにできることを。